二人で回ってるなんだこの絵はくるくる回ってます。みるみるランド、綺麗なホテル、違う、クロスホテル、クロスホテルこちらそこに、はい、クロスホテルなんですけども、こっちね、そこおしゃれ、イルミネーションとかいいです、ね、さっき反対から入ったんだけども、こんな感じです。大きいです、結構おしゃれですね。おしゃれです。楽しそう。みるみるランド。はい、おはようございます。北海道札幌2日目です。今ゆるさんがコーヒーをくる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 。朝のコーヒーやっぱりいいですよね。ちゃんとした作り方があるんですか？そうそう、なんか書いてあるんですよ。撮ってる撮ってるし、はい、そうなんです、ちゃんと書いてあるんです。分量が、分量ちゃんと、分量とかも、あとどんなこう時間帯で入れるとかぐらいですよ、ね、はい、半分ぐらい、ぐらいです。はい、いただいたら、その砂時計をひっくり返していただいて1分ほど。あ、それで測るんだ、おしゃれですね、砂時計。なんかいちいちおしゃれですよね、うん、いちいちおしゃれですよ ね、 ここね、そうなんです。ダイソンのドライヤーがありましたよね。あ、ね、あ、あったあったあった、ね、嬉しい。そうね、使ってみますか。使える、そう、なかなか使えないですもんね。買わないと ね、 ね、そうそう、高いやつでしょ、すごい。そうですよね、ダイソンって全部何でも高いよね、うん、そうですね、ダイソンブランとか、うん、ただ大丈夫だと、ちょうどいいかもしれないですよ、うんうん、よし。で、これでこの砂時計とジェルまで待つそうです。蓋はしないで、あ、しないで、ね、なんで蓋しちゃダメなの？いや、私こうやって一番最後に蓋をするして出す時にやるらしいんですよ。何なんだろうね、なんか蓋したくなるよね。なんかあのコーヒーの紙フィルターで入れるときは蓋はないですもんね。そうですね、そういう原理なんですか。そうなんですかね、うん、で、このままもうゆっくり落としていただいて、もう飲めるそうです。完成、わー、なんて言うんでしょうね、このガラスの食感。このぐらいかな。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ではどうですか。まあ早いゆっくり、あなたもゆりさんのいい香りだし、ゆりさんのいい香り普通のコーヒー、普通っていうか美味しいコーヒー、祝いコーヒーですね。あー、もうゆりさんの愛情たっぷりコーヒーです。すっごい美味しいです。とろけます。上手ですね。もう、皆さんも。これテレビ入っちゃうから、こっちの方がいい。あ、ゆりさんの味がします。味？ゆりさんの味がします。ゆりさんの味がエロい、なんかエロい。朝からゆうきさん、すごい言うことが、はい、ということでした。ありがとうございます。はい。亀は雪が降ってまいりました。ゆりさんが北海道の雪にめっちゃ感動してます見れてよかったですか。北海道の雪、ね、ちょっとやっぱ東京の雪とは違う、違いますね。みるみるランド、クロスホテルの、大浴場の合間のここなんだろう、ラウンジみたいな。素敵、景色がすごいね。え、この方なのかな、
ちゃおしゃれじゃないですか。ね、何この隙間みたいな、すごい。あれがテレビ塔ですね。昨日光ってたやつですね。そう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 。わー、え、絶対ここ夜景色良くて、夜いいですよね。あ、しかも山も見えるんですね、こっちからだと。大きい山が見える。わお、すごい。おしゃれですね。あー、ほんとだ。足組んで、足組んで、足組んで、座ってもよろしいでしょうか。はい。絵になりますね。いいですね。このハワイとかね。うん、貴婦人。調子乗ってすみませんでした。コーヒーとかね、いいですね。いいですよね。あ、でもここいいかも。ここなんかマンチェックじゃないですか。すごい。もう恋人にもおすすめ。あちらがテレビとなります。なんかちょっと普通じゃあ、じゃあエレベーターがある風で、エレベーターがある風でお願いします。あちらがちょっと待って、朝だから、うん、あちらがダメだ。あちらがテレビとになります。すごい、さすが。お天気お姉さん。ああ、そうだね。うんうん、すごい。降臨させてた。降臨させてた。ミルミルランド。ここはクロスホテルのラウンジ。ラウンジです。おしゃれですね、ラウンジ。こっちのバーのところ。ああ、ここね、うん。こんな感じで。おしゃれ。夜来たかったです、ね、うん。夜いいかもしれないね。一緒にね、みんなで飲むの。ちょっと大人の雰囲気でよくないですか。はい。なんかそこはここアートがすごいんですよね。あ、じゃあ説明を。え、わかんないけど。わかんないですけど。でもすごいなんか、入り口にもフラワーアートとか、うん、そういうなんかちょっとした照明とか、すごい綺麗なディスコが。いいですね。はい、すごいいいホテルです。フードメニューだけが夜5時半から並んでください。あ、そうなんですね。こっちのドリンクメニューは今でも出てるんですか。そうですね。まあ、ただバーテンダーが2人、3人しかいないので、はい、そのメンバーが昼に入ってれば大丈夫なんですけど、夜、はい、昼メンバー、本当の昼メンバーだったらちょっと無理なんですけど、はい、ありがとうございます。この辺の赤いのもすごいおしゃれでいいですよね。なんかシャンパンとか飲んだ、うん、今度ゆっくりしたいですね。この椅子もなんかおしゃれじゃないですか。ちょっと座ってみてください。貴婦人、レイナ貴婦人。これいいですか。でもすごい座り心地いいです。あのね、くるくるがね、すごい軸がきちんとしてる。じゃあエリキチ貴婦人、そちらの椅子に。すごい回る。あ、これいい。すごいいいですね。二人で回ってる。なんだこの絵は。くるくる回ってます。いいですか。いいですか。わかります。なんか軸がすごいいい感じなんですよ。くるくるしますよね。ちょっと、はあ。ちょっと待って。ちょっと待って。それはちょっと待って。脱げるもん。コーヒーカップみたいにもなる。あ、いいね。すごい。ちょっとゆりさんの感想も伺いたいです。なんかゆりさん素敵じゃないですか。似合ってる、似合ってる。じゃあ、あれはすごい
いいですね。デザインすごいですね。うん。されてるっていう感じで。すごい。あの椅子も良くない？あ、じゃあピアノに座ってみる？え、ピアノ？はい。赤いピアノ、ゆきさんが似合いそう。いや。この椅子とかもさ。すごい、この。うん、いい感じ。成功者の成功者の椅子成功者の椅子。じゃあエルキスさん、ちょっと成功者の椅子疑似体験、成功者の椅子でございますっていうエレベーターガール風の成功者の椅子でございます、はい、いいじゃないですか。いい感じ。ゆきさんやっぱり、こんな感じは玉座に何を成功者の椅子でございます。面白い。これもすごいね、真っ赤で。すごい素敵。ゆきさん好みの赤。印象的。あー、サインがいっぱいありますね。ここにもね。あー、すごい。クロスシティジャズライブ。あー、いいですね、ジャズライブも。おー、2015年にされてたの。うん、あ、すごい。ヒーロー勇気書いとこうかな。ご相談お願いしますみたいな。ちょっと勝手にはみたいな。センスいいですね。すごいね、おしゃれですよね。あ、これは2016年のジャズライブ。あ、去年もやったんですね、2017年。じゃあ今年もやるんじゃないですか。8月ですね。夏、夏フェスみたいな感じかな。わー、いいね、ここのジャズライブ。はい、素敵、いいラウンジです。